こんにちは。そう、めっちゃ太陽が。今日は学校がねあって、その後に今からお仕事です。りょうつ歌うま選手権。何、歌うま選手権新しい名前歌うま選手権、おもろい。りょうつの真顔なんか面白い。どういうこと、それはいい意味いい意味ですか。待ってた、嬉しい。配信はね、15分ぐらいまでしようかなと思います。ギフトありがとう。今日もかわいい、イエーイ。すごい太陽が眩しいめっちゃ神々しいですね、リオ。神々しいリオツ。チュケンさん、ありがとうございます。高校生になりました。15歳のリオツのこと、おかまるゆうです。ぜひフォローしてください。確かにもうさ、この時期はさ、もう6時とかさ、7時とかになってもさ、まだ明るいもんね。冬とかはさ、もう暗いけど、確かに明るいから、こんにちは。あ、いい意味、略してみた歌うま選手権、面白いそうですね、はい。前もショールームで言いましたが、歌手力ナンバー決定戦、今年も参加しまーす。イエイ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 、パチ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 参加します。はい、さっきね、あの中間発表みたいなのが出たんですけど、今回でリオはね2回目になります。2回目の出場で、前回初出場でから決勝進んでファイナリストまで行って、ファイナリストライブで出れたんですけど今回が2回目になります。そう、あ、インスタフォローしてありがとう。そう、まず歌唱力は予選があるんですね。予選がありまして、こう予選があって、で、まあその歌唱力自体がもとそもそも あの立候補だから、全員やらなきゃいけないじゃなくて、やりたい人がやるっていうやつなんですけど、で、まあ立候補者がこう予選をするんですね。みんな予選で歌って、トーナメントが組まれるんですけど、で、まあ何人が決勝に進めるみたいになって、で決勝に進んで、で決勝大会があって、で決勝大会は多分前回もそうなんですけど2回あるんですよね。決勝大会1、決勝大会2みたいな感じで、1回目と2回目があって、そうで、その決勝にまで行って、で決勝大会1ではファイナリストに進む人を決めるんですよ。そう、ファイナリスト決定みたいなちょっと難しいけど説明が。でファイナリストに選ばれた数名から順位を決めて、こう優勝とか1位2位3位4位とかこう順位を決めるんですけど、そうだから決勝は2曲歌って、予選は1曲で、決勝2曲歌って、でそのファイナリストになった数名が
ファイナリストライブっていう、もうすごいステージに立ちますそう、素晴らしいステージに立ちます、立てます。そう、光り輝いてるでしょイフタ、ありがとうね。ココハも出るらしいよ。そう、あの LINE したんですよ、出るねみたいな、出るのみたいな会いたいねみたいな話をして、そう、2人ともが決勝行ったらね、決勝で会えるから会いたいねって話してる。頑張ります、ゴリオパワー。でもなんかあれなんですよね、あれあれ、あのそう、中間発表だからね、まだこれからいっぱいいると思う。でもその歌唱力自体がもう出ること自体にすごく意味があって、本当に貴重な経験だし、あのね、もちろんね、やっぱり優勝してソロ曲もいただきたいけど、その歌唱力に出ることがすごいいい経験になるから、いい経験だし、本当にもう財産になるので本当に、だからまたあの決勝とか、もう素晴らしいあのファイナリストライブに出たいなって思います。そう、あの経験がまたしたくて今回も出ることに決めたのでそうだね、なんか始まった。受験さん、ありがとうございます。高校生になりました。15歳の4つのこと岡村理由です。ぜひフォローしてください。マイクオフにしてました。マイクオフごめんよ、なんか演説が始まってた演説してる人がいた。え、そう、もう本当に歌唱力がもう開催されること自体が本当にすごく嬉しいから、そうですね、私は生のリオツ見たいから行きたい。え、来て、決勝でしょ、決勝行けるように頑張ります。歌唱力出るの悩まなかった？え、即答でした、もう歌唱力がありますってこうなって、すぐその立候補者はその担当マネージャーに言ってくださいみたいな、ですぐもうリオは出ます出ますって言って、でもその今回、まあでもその周期的には別に遅くはないんですけど、そのいつその開催されるのか気になるから、こう定期的に聞いてたんですよ、開催されないんですか、どうなんですかみたいな聞いてて、そう、
まあ中間発表だからね、これからまだいると思うので、あれが最終ではないので、もう本当に良かった第6回があって無理あやぱんの卒コン出演するんだね。あ、そうなんですよ、あやぱんさんの卒業公演に出ます出演します、ぜひお待ちしてます。ゲートありがとう。そうですね。りゅうつん鼻だれ出るの久しぶり？そうなんですよ。めっちゃ久しぶりかもしれん。何ヶ月ぶり？本当久しぶりです。プレゼント受け取れましたが、え、まだ受け取れてないよね。そう、まだ受け取れてなくて、近々受け取ろうと思うんですけど。りょうつん今日も来い、イエーイ10分になったらダンジョンMね、あと4分。そう、今日はね、あとチリパ ST48 のチリメンパーティーのね放送があるんですけど、今日の深夜じゃない、23時今日の23時から放送です。チリパ、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 そう、リオクル、リオクルチリパリオクルチリパそう、チリパ聞いてね、みんな。チリパ、そうでさ、あのプレゼントなんですけど、プレゼントは初めてのね、この昇格して初めてプレゼントをもらえるので、もらえるので、プレゼント紹介を配信でしたいなと思ってるんですけど、でその配信までにもらったプレゼントを紹介することになるので、よろしくお願いします。リフトありがとう。スタバのメロン飲めた？メロンしてるの今。リオさ、全然さ、なんか今やってるものとかさ、わかんないんだよねしかもさ、メロンさ、リオアレルギーじゃけえさ。でも超好きなんですよ、メロン、メロンちゃん、メロンちゃん大好き。そう、もらったプレゼントを配信で紹介するんですけど、え、急がなきゃ。そうだよそう、受験さん、ありがとうございます。高校生になりました。15歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。なのでよろしくお願いしますふふ何が欲しい？愛？愛だね愛、愛ください愛くださいね、服とか。服とかカバンとか
帽子とか靴とか欲しい。ゲストありがとう。今のリオツへのプレゼント探しに来てる。え、今ナウ嬉しいナウナウか、嬉しい。待ってるね、嬉しい、めっちゃ嬉しい。ブランド名はチンプンカンプンだけど頑張る。そうだよね、難しいよねブランド名いっぱいあるし、いろんなの。初見さんありがとうございます。高校生になりました。15歳のやつのこと岡村龍です。フォローしてください。あ、10分になった。壇上を読むね。壇上読みます。15分に終わるので。13位、台湾のりさんありがとうございます。12位、ドーグラスさんありがとうございます。11位、シャガーラピーさんありがとうございます。10位、日傘のたっきさんありがとうございます。9位、KG603 さんありがとうございます。8位、絆さんありがとうございます。7位、昔からおじんさんありがとうございます。6位、リオシーさんありがとうございます。5位、コアラさんありがとうございます。4位、あやさんありがとうございます。3位、ゆずきちさんありがとうございます。2位、すずかさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 パン、さくらみよんさんありがとうございました。イエーイありがとう、ハートありがとうございます。ごめんね、またゲリラブインブイン配信でしたが、ありがとうございました。明日はね、多分夜配信かなと思います。よろしくお願いします。明日もお仕事があるので、まだ何時になるかは未定ですが。初見さんありがとうございます。高校生になりました。15歳の四つんこと岡村龍です。フォローしてください。それではお仕事頑張ってきます。みんなもね、みんなもまだお仕事とか学校とか用事とかある人は一緒に乗り越えようねそれでは、あと3分あったえ、テロップって出たっけ。出たよね、もう。ありがとう。ファイツンしてきます。ファイツン、ファイツン、ファイツン。あ、出た。じゃあ終わりたいと思います。それではバイツン。あ、そうだ、今日は23時から ST48 のチリパ、リオクル、リオクルチリパ聞いてください感想もお待ちしてます。イエーイ。あのラジコでもね聞けるので、ぜひ絶対聞いてくださいそれではバイツーン、またねー。